地下鉄大濠公園すぐ近くです。どうも、桜からの石井です。まずご紹介するのは福岡市中央区大手門あかりベーカリー。去年の6月にオープンということで、初のお花見シーズンを迎えます。桜祭りも初めてなので、うん、お客様もきっといらっしゃると思うので、うん、すごくちょっとドキドキしてます。ドキドキしてるさあ、店内にはもちろん定番のパンも並んでいますが、こちらのお店はお花見にぴったりな惣菜系のパンが充実しています。というのも、うちがもともととんかつあかりというあのとんかつ屋さんから始まった系列店で、今回初めてパン屋さんをオープンさせまして。そうなんです、福岡市内に4店舗展開するとんかつ店の系列ということで、こちらの名物はカツサンド。この分厚さですよ、すごいですよ。そう、ヒレカツなんだ。しかもロースもありますけどね。おいしい。やっぱりこのとんかつのインパクトがすごい。でこれだけ分厚いんですけれども、柔らかいですよね。はい、とんかつあかりから揚げ具合はすごくこだわっていて、その技術をカツサンドにも生かしてます。こちらもお店の一押し、とんかつ店で人気のカツカレーのカレーを使ったスパイスカレーパン、半熟卵入りです。いただきます。あ、ごめんなさい、桜も。あ、そうですね。あ、持っててもらうんですね。そこまでする必要があるのか。あ、おいしい。複雑ですね。あ、そうですね。このスパイスの香りが、はいはい、後からいろんなスパイスがこういろんな角度からやってくる感じです。地下鉄六本松駅のすぐそば、玄米老舗という玄米専門店。イートインもありますが、テイクアウトのおにぎりやお弁当も人気。玄米のおにぎりってことですけど、はい、あ、これがもうそうですか。そうです、こういうふうに一つずつ食べやすいように個包装してあります。ちょっと一個まず開けてみてもいいですか。どうぞ。じゃあすいませんが、これ持っといて大変失礼します。うわっ、え、すごい色。これはポリフェノールっていう赤ワインに含まれるアントシアニンという色素から取っている名前になりまして、うん、こちらにあります。あ、お花が、じゃあ名称を持ちましょう。これは僕のお花を持ちます。はい、私どもでブレンドしたものなんですけれども、うん、この古代黒米からそのポリフェノールというアントシアニン色素を取り出して、それを余すことなく戻して炊き上げているので、その色になります。驚きはこの見た目だけではありません。玄米の概念が変わるほどその味に驚かされます。概念、お、うん、もっちり。従来の玄米の欠点といいますか、うん、ボソボソしたりこうちょっと硬いとか匂うとか、そういうのを全部取り除いて美味しさだけを追求した玄米になります。食べてみたい。おにぎりは常時およそ10種類ほど。こちらは店内で焼かれた塩サバのあらほぐし。これ驚きの組み合わせ、片面にびっしりとシソがつけられ、中にクリームチーズ。めちゃくちゃ美味しかったです。さあ、玄米おにぎりのお弁当もあります。ヘルシーかつ食べ応え十分の内容になってますよ。玄米のイメージ変わりますね。そうですね。昭和通り沿いバス停平和台通りの目の前です。去年9月にオープンしたミニマム、1個380円からというコスパ抜群のクレープを販売しています。このメニューの中からテレビ的にイチゴを頼むと思うでしょ、うん、すみません、好きなもの頼んでいいと言われたのでバナナにしちゃいました。そしてチョコソースをトッピングしてチョコバナナ。お待たせしました。はい。チョコバナナでーす。うわー。これもなんかお花のような。桜と一緒に写真を撮ってもらって。こういう感じでいいですか。あ、そんな感じで。いいですね。これを期待してる。あ、そうです。期待してます。380円とは思えないほどのボリュームですよね。さあ、お味は？
ちりしてるんですよね。おいしい。生地がもっちりしてるんですね。そう、すごいもちもち。すごくもちもち。で、バナナだけでもいいんですけれども、やっぱりこれチョコがあると違いますね。ね、違いますね。うん。トッピングだ。ちなみに人気トップ3を伺うと、第3位は岡さん、そう、いちごバナナ。第2位はいちご。そして人気ナンバーワンは、はい、キャラメルナッツです。はい、ミックスナッツにキャラメルソースかけたシンプルなクレープなんですけど、これが結構女性の方とか特に人気で。うん、すごく大人なクレープのような気がしますね。ナッツの食感もいいし、このキャラメルソースがまた合うんだですね、うん、そう。でもごめんなさいね、やっぱ食べてる時あんまり見てないっすね。